はですね、ジビエを学ぼうのコーナーです。イエーイ。ということで、本日はですね、ジビエについて学んでいくコーナーなんですが、本日のタイトル、日本人とジビエの歴史です。実際今ね、ジビエブームって歌われてるけど、日本人がいつからジビエ食べてたのか知ってますか？わかんないよね。あのね、でも最初聞いたらえって思うんだけど、実は家畜を食べてるよりもジビエを食べてる歴史の方が私たち長いんですよ。意外でしょ？はい。っていうのもね、まあ、そういうね、ちょっと日本人ってじゃあいつからジビエを食べてたのかとか、ジビエってそんなに普通だったのとか、そういうことについて今日は学んでいきたいと思いますので、ぜひぜひ最後まで動画見ててください。まずね、日本人ジビエいつから食べてたでしょうっていう話なんだけど、多分日本人一番最初に食べてた肉ジビエよ。っていうのもね、日本人もともと狩猟民族、狩りをして生きる民族だったから、アニメでさ、こういうさ毛皮みたいなさ、よくわかんないほぼ裸みたいな、布巻いてるだけみたいな格好したアニメキャラがさ、こんないかにも肉みたいなこうやってむしるやつ見たことあるでしょ。あれジビエだから。あれ家畜じゃないからね。日本人もともと旧石器時代って言われる時代、縄文時代とか、あの時代は狩りをしながら大陸をこう移動していくっていうのが主流だったから、ナウマンゾウとかね、もうあれが本当ジビエの先駆けですよ。まあ、その時はね、ナウマンゾウだったりクマとかウサギは食べてた形跡っていうのが、実はその時代の遺跡から出てきてるんです。あ、日本人もともとジビエを食べるべき体にあるの。これは偏見。そうなんですよ、遠い昔もともと日本人はジビエの方が馴染み深い食べ物だったんですね。まあ、これがね、どうして今の感じになってしまったのか、ちょっとずつ歴史をこう今に近づけていきましょう。まあ、そのね、縄文時代は狩りが主流だったけれど、弥生時代入って住む場所、拠点を決めてね、村を作って稲作始めてってなっても、まあやっぱね、肉は狩りですよ。狩りして食べる。まあ、この時代もね、鹿とかそういうものをね、取って食べてだったんだけど、ここがちょっとこう文化が進んでいくと、飛鳥とか平安の時代、あの時代に来て、なんと仏教が入ってくるのね。宗教問題で、なんと肉食べられなくなります。思いのほか早く食べられなくなるのね。仏教の関係でちょっと食肉ダメってなって、まあ、ただ来た仏教って貴族の間、上流階級の人たちだけで布教しているようなものだったから、国にダメって言っても平民は分かんないの、仏教来てないから。え、なんでだろう、なんでダメなんだろうっていうのがよく分かんなくて、結局その平民の間、なんて一般の人たちの間では変わらず食べ続けられてます。まあ、国の上の人たちは食べないみたいなね、ちょっと文化がありつつも平民の人たちは食べる。ちなみに皆さんが大好きなボタン鍋が生まれたのこの時代です。飛鳥平安時代にボタン鍋が生まれております。ありがたいですね、おかゆで今でも食べられてます。でね、まあこの後戦国時代突入するわけですが、戦国時代ではね、なんと武将たちジビエ大好きだったっていう記述がね、実はめちゃめちゃあるそうです。っていうのも、戦の前とかではもうそういうジビエ肉食べて精をつけて戦に挑むみたいなのがね、結構あったらしくて、しかもジビエ取った後の鹿の角だったり毛皮だったり、そういうものを武器にしたりとか、もうほんとね、食べるだけじゃないので、すごいこの時代はね、主流で食べられていたってことです。で、この時代ちょっとやっぱ外国との交流も増えて、日本に牛肉が来るんだけれども、西洋の方の書物では、日本人は牛肉があるのに、ジビエとかそういう野生の獣だったり、鳥だったり、海鮮のものをすごい好んで食べるっていう記述が、向こうの方の書物には残されてるぐらい、日本人はジビエ好きだったらしいです。今からじゃちょっと想像できないよね。今の日本人ってそんなに食べないけど、まあ、当時のね、戦国武将とかよく食べていたそうです。で、ここは江戸に変わってから、江戸の城下町ではあまりジビエ食べられなくなってきたそうです。やっぱ都会的ですね、そういうね、ちょっとやっぱ山とか行かなくなっちゃうのかな、分からんけど。ちょっとね、城下町ではなんかジビエは食べない
文化が広まってくるんだけど、まあ、変わらずその地方の方では山で採れたものとかをねこう美味しくいただくっていう文化があるので、ここでちょっとこうギャップがね生まれてくる感じになってくるんだけど、まあ、この時代鴨南蛮とか野生のシャモを使ったシャモ鍋っていうのがそれでも江戸の城下では人気だったそうです。まあ、ここからねちょっとずつ時代が近代に進むにつれ、美味しい多分家畜のねお肉の食べ方とかが増えてきて、明治昭和とかになるとジビエが食べるっていうのがどんどん減ってくんだけど、ただこの時代狩猟人気がもう爆上がりなの。そう、爆上がりで猟銃免許を持ってる人がこの時代すごく増えたのね。すごく増えたから取りはするんだけど、ただただそんなに食べる文化はないというか、それが流通する文化はないので、その取った場所でその山間部で取ってそのままそこで食べるだったり、昭和の終わりからは観光としてジビエが使われるようになってくるんですね。もともとはねだからこう生きるために本当にミネラルビタミン豊富だし、高タンパク質低脂質で体にいいから生きるために取ってたっていう生き物たちが観光利用として商業目的として使われるようになってきたのはこの昭和の後半の方ですね。まあね、ここからねでもこうちょっとこう取りすぎてしまった、量をしすぎてしまっただったり、動物保護の観点からで量がちょっとこう推奨されなくなってしまったっていうね時代があれはするんだけど、まあ、それでもやっぱり地方の方ではずっと食べ続けられる存在だったわけですね。で、まあ、今回ねその調べたところ、基本的に1870年、明治の頭ぐらいまでは食肉禁止って表面はなってたらしいです。取ったものとか、まあ、牛とかもなんかだと思うんだけど、そういうもの肉を食べるっていう文化がもう基本的には NG みたいなってなってたらしいんだけど、調べたところ1832年から約その NG ってなってるなるのが終わる40年前に江戸の麹町にそのジビエ肉を出してるお店があったらしいです。これなんてお店なのかね調べたけど出てこなかったの。だからもし知ってる人がいたら、もうここが日本最古のジビエ店だよっていうのを知ってる人いたらぜひコメント欄で教えてください。まあ、そんな感じでね、あの日本人本当にねずっとジビエと共に実は生きてきてる生き物なんですよ、日本人としては。だからすごいみんな食べたら実は意外としっくりくると思うんです、私は。でどうしてもそのジビエって今の時代ちょっとこう臭そうみたいな、匂いが独特って聞くとか、まあ、そのね調理が寄生虫とかその生食がね難しいからちょっと手間がかかっちゃうみたいなイメージはあるけれども、ただそれも本当にちゃんと処理されたものを食べてくれたら実際そんなことがないの分かってもらえると思うので、狩猟民族としての皆さんの本能をこの動画を見て思い出してください。で、思い出した暁にはみんなでポチポチっとインターネットで肉買ってジビエをお家で食べて、あ、これがみたいな、これが日本人の本来の血なんだと思いながら食べてみてください。はい、ということで本日の結論はですね、日本はジビエと共に生きている、これが本日の結論でございます。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ぜひねジビエについて知りたいことだったり、気になることあったらコメント欄までお待ちしてます。高評価チャンネル登録もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。したっけねー。